ボス来た。おめでとうございます。ありがとうございます。椎名結花です。代わりにどうもどうも、花畑ちゃいかです。違います。ないちゃん、お誕生日おめでとうございます。おめでとう違いますよ。いつもごめんね、ちゃい、なんか迷惑ばっかかけちゃって私。え、謝罪配信できると思ってんの？なりきれると思ってんの？24時間もね、ちょっと眠い感じ出しちゃってごめん、ね、なんかあれはもうね、眠かったからね。本当のやつ言うなよ、本当の。最後の方とかね、最後の方とかも記憶なくてごめん、ね、寝てるかと思って。記憶あるよ、半分寝てたからね。記憶あるもん。2時間経ってやってた。あ、今日はもう私の誕生日が終わるまでやるよ。あ、ほんまや。あ、そっか、あと1時間半ぐらいだな。なるほどな、1時間半で終わっちゃうんだ。続けようよ何よ、なんで24時間やっちゃおうよ。やろうよ。やだよ、だって自分眠そうにしちゃったんだからここで何マジで。じゃあ人が途切れないんだったら、うん、いいよやって。途切れるよそうだ、楽しみにしてたのにな。してないだろ、今勝手に決めただけでしょいや、リスナーは思ってるよ、楽しみにしてたのにな。ね、ダメしてたと思う、多分リスナー、うん、してないよ、だって言ってないんだもん、しかも平日だぞ月曜日だ、月曜日だぞ普通の人間見れる。そんなみんながよ、働いてると思うなよ働いてる人間のが多いんだよ。休みだって、休みの人のが多いかもしれないだろ。学校の人も休みじゃない人、学校行ってると思うなよみんななんだよそのニートの味方なの。何ニートの味方よ。味方、優しくしてないと思う。ニート優しくしても別にいいことないよ。なんでよ、そんなことないよ。何があるんだよ。あ、その一言で あれだよ、いなくなっちゃう人もいるかもしれんよやば言ってることやば。やばくないよ別に。気づきました。あれ、支えてくれる人がおらんねんから、うちらが支えないとなかなかひどいこと言ってる。ニートが笑顔で差し上げないと。ニートだって一人で立って歩けます。いやいや、ニート歩けないよ、お母さんのご飯でね、こっちが支えんだね。あ、でも返し、ね、返しがないでしょ、それで支えても。あ、見返り求めるタイプ。あ、無償の愛なんてないっていうタイプね。そういうやつが誕生日にとつまちしてるって思うんだよなそういうやつは辛辣そうだったのね。何も言えない、ま、その通り確かにとつまちしてる分際で確かにど真ん中暮らしってこと。ど真ん中暮らし、ど真ん中暮らし、ど真ん中分かっちゃった。何、隅っこで暮らすってことは迫害されてるっていうか、こうあー、今や仲間外れたちの集まりだから隅っこ暮らし。今そういうことやね、まあ、うん、まあ、まあ間違いではないね。別に残されたエビフライの尻尾とか、あ、ね、うん、とんかつの端っことかがね。え、飲み会とか行くとね、譲り合うもんね、最後一個の唐揚げとかあの食べるけどね、全然、うん、全私も全然食べる。いただきます。なんなら5個あったら5個全部いくくらい。もういいなぁ。すっげえよ、おめえ小食じゃん。小食あるあるやけど、この好きなもんずっと食べるよね。あ、好きなものめっちゃ食べるけど、それ以外全然食べないみたいな。そう、食べない。へ、うん、えー、フライドポテトとかも全部自分の逆に難しいだろさ、どうすんだよそれ。ちょうだいって言われるじゃん確かに無理無理無理、一本ちょうだいが通じないんだ。ど真ん中暮らしだからあげるけどね、もう全然ね。ピノもあげるよ私は。もう雪見大福は、雪見大福もあげちゃう。1個、うん、そんなの私許さない。ガリガリ君はどうすんだよそれ。かじらせんのか。かじらせる。かじらせるのがやだよ。ケチやな、それは。ケチじゃねえよ。ね、ガリガリ君な、安いし、一本ぐらいいいだろ。ね、いいじゃんね、一本ぐらい。全部よこせってこと？何言ってんの？分けるとかじゃないね。あげるだね、うん、それ。マジ？ありえないみたいな。見る目変わっちゃったな。お前が言うなよ。なんで自分はやらないくせにさ、人がさ、渋ると。行かれてるよ。なんなら、
ポテトなんて一番人に分けやすいものは。そうそうそう。一本もよこさねえやつが。何これどういうこと？まあでも半分くれるんだったら全部ちょうだいっていう気持ちは。あるあるある。金アイスとかさ。半分くれるくらいだったら、だからあれの原理と一緒だよね。なんかあのよくさ、男の人がさ、あちょっと1万2000円だったからちょっと2000円出してくれるみたいな時に、もうそれだったら全部出すよみたいな。なんかどっち視点それ、どっち視点で喋った今。女視点。お前が1万2000出すってこと？そう。おなんでそんななんかありえないみたいな反応すんの？突然何？え？突然いい女になるの何？は？どういうこと？それとあのそのポテト1個くれるんだったら、それだったら全部頼めよ。ちょっと帰ろうかな。今のは私も分かんなかった。理解不能なんだよ。何を言ってるのこいつ。チーズダメだやっぱ。1本横くらいだったらお前は頼めよってことか。チーズ入らねえわやっぱ。なんだ貴様。あーマジチーズちょっとあれダメだ、身内のりきちーだやめろよ、本当に本当に言われてそうなこと言うのやめろよ。昔からなんだ。シードズって言いそう。シードズ。シードズ。懐かしいな。じゃあちょっと配信してきます。ああ。おめでとう。ありがとう。はい、行ってらっしゃい。バイバイ、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。面白いな。嵐のように。嵐みたい。嵐のように。